どうも高井です。これから9割の人は資格を取るなら話術を磨いた方がいい理由、この本に載ってますが、弁護士の人および歯科医の人は10年20年30年単位で考えると、資格を取った人が増えすぎてしまって600万とか800万10年スパンで考えたら稼げたかもしれないけど、20年30年スパンで考えると収入が250万から300万ぐらいに落ちてしまって、全体的にガッて落ちてしまって、先行者利益っていうのが、人気者は稼げるけど人気じゃない人は稼げないっていう、ユーザーが選べる時代になっちゃったんですね。これはコンビニだと表現しやすいかな。増えすぎちゃって、あそこで買わなくてもこっちの近いところで買った方が良くないみたいな。人の多いとこだったらいいんだけど、全体的に増えすぎちゃうと収入が分散しちゃうんですよ。分散してしまって、いくらあなたが新しくあの資格取れば一生安泰だから取ろうってこう考えても、他の人も考えちゃうわけですね。そんなことをするぐらいだったら、今は動画の時代なんですから、動画、つまり話し方の勉強をして、つまり私で言ったら話術を勉強した方がいいんですけど、勉強するにしてもすでに話をしていて上手い人をベースにしちゃうわけですよ。ほとんどの人ってそのベース通りにしちゃうと悪ごとコピーしてしまう。だったら基礎を磨いた方がいいので、基礎はこの本に載ってるしね、私は唯一載ってると思ってるんです。この本には磨き方は載ってないので、私は以前投稿したコンテンツ、9割の人が磨き方を知らない、影響力を出すシンプルな話術の基礎に、こういう順番で動画を見てったらわかるよっていう風に話してるので、そちらをご視聴ください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。